皆さんこんにちは、うなぎです。今朝ですね、あのフェスが終わって、あの結果発表がゲーム内で出たということで、早いですよね、スプラトゥーンって。なんか2時間後ぐらいには結果発表が出てるみたいなんですよ。なので俺もちゃんと起きて、ちなみに俺トリックチームに入れたんですけど、あの不安と緊張と、なんかドキドキした感じはあるんですけども、ちょっと若干不安みたいな。どっち勝つかか、どっちか勝つんじゃない、どっちかだよ。ダメ、ちゃんと予想しろって。だって悩むじゃん。どっちかな、こっちだな。でもトリックだと思うけどな。自分のインスタグラムでね、アンケート取ったらね、明らかにトリックのが多かった。だからここもトリックが多いと思うんですよ。いきます。ほらほら、60% までいかなかったけど、58%、結構高いかな。まあ、同じチームで戦う同士打ちとか結構あったので、ってことはだよ、8、あの、勝率が1個でも高ければ、もしかしたら、8や。1個でも高ければ、1個でも、負けちゃった。もう負けやん。負けやん、トリック。姫ちゃん。ああ、これジンクスなのか。俺いつも負けるな。嘘ー、もう、なんでフェスやると毎回負けちゃうんだよー。なに、間違ってたの。すいません、押し忘れました。録画ボタンを押し忘れました。いつも通りです。よろしくお願いします。マンタンマリア語縄張りバトルですね。なんかカモン言ってるぞ。え？慣れ合い？仲間割れしてたね。来ない、なんか動かない人がいたみたい。喧嘩してる。喧嘩してる。で、そう、フェスが終わったのに俺はなぜ縄張りバトルをさらにしているのでしょうか。あんなにやったのにな。結局ね、あのね、負けてしまったので、残念なんですけど、おぉ、これやばい。あ、チャージャーを見捨てた、俺は。あ、生きてる、チャージャー。あ、会えた。見捨ててなかった、俺は。ちゃんと、この流れを読んでいた。よかった、よかった。まあ。相手もうピンチついたぞ。ちょっとせっかくなんでね、あの、縄張りバトル、若葉シューター使ってね。あ、下いる。下じゃない。オッケー。うわー、まだ上いるね。二人か。ちょっとキープだな。いや、フェス負けたの悔しいけど、なんか楽しかった。それだけだ。その気持ちだけでいい。もう、大した思い出はない。未練も後悔もない。うわー。ただこの試合は負けたくない。フェスでは負けても。ちょっとあそこ怖いな。いるよね、絶対。あ、ほら。いるよね、これ。あー、チャージャーとローラー来ちゃったな。いや、前回縄張りバトルでさ、マンタマリアゴやった時はさ、敵陣地数点抜けれたんですけど、どうしよう。イカスフィアないと怖いんよな。行ってみるか。危ねえ。危ねえ、今の。あー、バレてる。ここにイカスフィアがあればね、無事だったんですけど。やべ。なあ、これ、うちか。もう、無意味。まあ、やられなかっただけましか。よかった、よかった。俺はフェス負けた時のあの、悔しさをここでぶつけるんよ。この相手には全く関係ない。なんならトリック派の人もいるかもしれないのに。ほら、この相手に、悔しさをぶつけていく。あぶねえ。ああ。俺やれちゃった。待て。ちょっとローラー怖いな。あそこスクイックリン。ローラーもいるんよ。あー、ミサイル無理。で、前でピンチついてたから。ほら、ピンチついてる。
けるいけるいける。塗り広げろ。おやべ、危ねえ、バレる。うおーええあ、今敵がめっちゃやばい、これ。わかんない。この試合どうなったか、わかんない。なにこれ。おおギリギリだ。よかった。はい、間違えしました。ガンガゼ野外音楽ドナーバリバトルです。よろしくお願いします。ちょっとちゃんと、録画ボタンが、反応してよかったです。ちょっとね、最近だらしなくてね、100勝企画みたいにやった後、すぐ寝ちゃって、翌日ずっとフリーだったんですけど、だらけてまして、そろそろ、休憩も終わりということでね、長時間生放送やった後って必ず俺疲れて、一日無駄にしちゃうんですよ、翌日の。次の日をね、無駄にしちゃうの。だからちょっとね、そういうの直していきたい。金貨松買おう。あ、奥でかかってる。倒した。おーい。これボムで戦えるのが強いよ、若葉。手で届かなくても最悪、ボムで。俺はもう対面拒否。はい、釣り方。対面拒否ってやつは倒してくれた。いやあ、ありがとう。アシストで満足だわ。これ抜けてないか。オッケー、あんか、あ、またまったぞ。味方が戦うときにね、買っていくんよ。引いたな。上か。ちょっと怖え。いいね、でも有利なのいいね。劣勢よりやっぱちゃんと塗りまくってた方がいいもんな。なんか倒した。なんか倒した。やれないか、やれないか。これ待ってた方がいいかな。フェスの時よく倒しに行って負けてたわ。焦っちゃうんよな。夜だと。俺読め聞かないからさ。昼間、でもそう思うよな。俺生放送で言ってたんよ。暗くて見えないって言って。鳥目だから、読め聞かないから無理だって言ってたんだけど。明るいフェスないですか？見えててもダメだ。敵が見えててもやられてしまう。あ、でもピンチついてるからいい。野外フェスみたいないや。これ野外音楽堂だし。で、昼間でも好きだ、俺は。フェスなんて。音楽をさ、フェスの音楽に変えれば、昼間でもいい。オッケー、倒した。これキープでいいかな？絶対フェスだったら俺行ってる、敵陣地。なんでフェスの方が危ない橋を渡るのか。やべ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 、死なないのキープしよう。来てる？うん、怖え。いけ！よしよし、インク。あれ？あれ？なんか今めっちゃ跳ねてた。爆風でめっちゃ跳ねてたぞ。あれ？え、弾が当たんない。弾が敵を避けていた。あ、これ勝った。よし。塗っとこう。やった。いや、フェスもトリックトリート勝ちやがったけど、悔しいな、今思うと。全然後悔してるわ。よし、頑張りましょう。神聖なる縄張りバトル。リッターがおる。この射程の短いチームにリッターがおるぞ。ちょっと塗り広げていきますか。チャージャーがいるってことはちょっと塗っといた方が、最後の僅差で勝つ可能性もあるしな。やっぱ気持ちいいわ、若葉シューター。毎回フェス終わった後はね、初心に戻るって言って、うれ。初心に何度も戻ってね、若葉シューター使ってるんですけど。これ一緒に行こっか。お、めっちゃ当たった。あんぬわ、スペシャルだと。イカスフィア強いの。俺もイカスフィアの武器使ってた時が一番楽しかった。リールガン使ってたんですよね。楽しかった。敵陣地に行ってね、その後ね、さらに塗れるのが気持ちくて。
結構奥いるな、リッター。もう前出てこないんじゃないかこれ。ここ取ってよっか。嫌がらせ嫌がらせ。ナイス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 、リッターやってくれたね。ちょっと塗り火、あと一人ね生きてるから探していきたいんですけど、これか、あ、これだ。逃がさん。オッケー。残党を勝ったよ、残党を。抜けてた残党を勝って。お、なんか前出てこなそう。そこいんのか。あ、いいボム、くそ、いいボムだったな、今。いや、もうさらに下降りてんのか。やれないな。無理。ボムいいやからですよ。いや、若葉使っとけばよかったな、フェスで。これやったら、トリックも勝った。そんな、あ、やった、倒した。これでも割と負けたなぁと思って。割と勝ったけど、割と負けてる。なんか結構もう、長い時間やってたな、フェス。マッチング時間遅いよね。普通に戦うより、マッチングで時間かかったっていうのも、あるかもしれん。もうなんかみんな倒してくれてる。すげえ。すげえ。何もしてないし、チャージャーが来ないの。ほい。ほい。ずっといるね、チャージャー。うわ、危ねえ。ほい。イエーイ、ボム強え。まだあっこいるよ。おお、怖え。マイ様。もう行っちゃおう。よし。はい。イェーイ。なんか楽だった。ふぅ。ガンガゼ楽しいな。ありがとうございました。勝利。